はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィジです。では今回はギレンの野望ジョンの警部ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、第一次降下作戦としてオデッサ、あと史実では第二次降下作戦扱いになっている北米攻略作戦、これをね同時に行いました。北米の方はすでに攻略部隊としてですね、一部地域の奪取に成功しています。この後カリフォルニアと、あとはニューヨーク、ここの、ね、攻略に入っていきたいと思います。一方オデッサの方はまだ戦闘中なので、このターンでなんとかオデッサを、ね、攻略しきってしまいたいなというふうに思っています。では今回早速ですね、まず資金の投入からしていきましょう。序盤は、とにかくねテクニカルレベルを上げていきたいと思うので資金をマックス投入していきましょう。で、あと軍事行動としてはですね、ルナ2以外の部分を完全に抑えてしまいたいなと思いますので、まあ、具体的にはこの宇宙1、さらにはこの宇宙2までですね、進撃を開始していきたいというふうに思っています。では部隊を動かしていきましょう。数としてはまあちょっと微妙かなというのはありますけども、ガトルとあとザクバン、これらの部隊を宇宙1までまずはね動かしていきたいと思います。さらにここにいるグワジン、ここにはギレンが乗ってますね。これらの部隊も動かしていきましょう。で、宇宙2と宇宙どうなんだろうな、この宇宙1に関してはここで防衛をね、一度行うというのでもいいのかなとは思うんですけどね。宇宙1の部隊数が8か。であれば、このサイド4で敵を迎え撃つというのを考えましょう。なので、衛星軌道ジャブロー上空を抑えた後、この宇宙2まで進出して、防衛線としてはこの宇宙2と北米のポイント、さらに、このサイド4で敵を迎え撃つと。いうね作戦でいきたいと思います。よって生産のラインの方ですが、ザクワンをもうちょっと作っておきますか。少し資源が心配ですが作っておきます。ではこれで時間を進めていきましょう。ではまずオデッサの攻略戦の続きからですね進めていきたいと思います。オデッサを一刻前攻略してですね、カリフォルニアとニューヨーク攻略戦がねできるようにと思っています。オデッサに残っている敵の部隊数決して多くはないんですが、左上と右下という形に敵が分かれているので、これ追ってって撃破しないといけないというのが、まあ少々手間ですね。まあ、できるだけ早い段階で撃破を完了していきたいなと思うんですが、5ターンしかないってことを考えると、彼らが進んでこない限りこっちから向かっていかなきゃいけないので、今回の5ターンでももしかしたら倒しきれなくて敵が増援来る可能性ありますね。そうなるとオデッサが全然攻略進まなくて、北米にせっかく降下した部隊が行かせないなんてことにもなってしまうんで、できるだけねこのターンで決着をつけたいなと思うんですけど、この右下にいるこの戦車がどうだろうなっていう感じですね。リオンの名誉を汚す戦いはできない。行くぞ。実現のために我々はここにいるのだ。簡単に負けるわけにはいかない。これで残り2ユニット、
右下の戦車攻略がなるかどうかというのが、この感じだと危なそうですね。なので、そうだな、各部隊を一度、次の戦いに備えて、各方面へと展開しておきましょうか。で、入ってきたらすぐ叩くっていうね、ちょっとそういう作戦を考えておきましょう。このままだとこのターンでの攻略がちょっと成就できそうもないのかなと思うので、次のターンを見据えてですね、各部隊を展開しておきましょう。それによって敵が入ってきたら即叩くというね、それで確実に攻略を完了させようかという作戦を考えます。この戦車が全然進んでこないんで、この戦車を残されてしまって攻略が進まないっていうことになりそうですね。我々は宇宙市民の真の解放をつかみ取る、地球からの悪しき呪縛を我が正義の剣によって。ガドーも結構長いボイスが複数収録されてるのかなっていう感じがしますね。やっぱりこの辺りはね、当時の作品というのもありますけど、結構豪華な声優陣による共演という仕様になってるんで、まあ、ファンの僕からするとね、たまらなく面白い、楽しい、そんな感じで進めてますけど、やっぱり届かなかったですね、右下の戦車が。まあ、これは次のターンで確実に倒していきましょう。続いてジャブローの上空ですね。ここも取ってしまって、連邦宇宙軍をなんとかね、ルナ2に封じ込めておきたいので、頑張って攻略していきましょう。我々の部隊はどっから侵入しているかというと、ここからですね。数でいうとどうだろう、敵の方も、まあ、それなりに数揃えていそうですが、モビルスーツ、あとはチベ、パプア、この辺りでね、うまく攻略戦を行っていきましょう。どうだろう、ここは一旦確実性を取って全滅狙いでいきましょうか。では進めていきましょう。では本格的な交戦状態に入りましたので、こちらも部隊を送り込んで、制圧戦をね、進めていきたいと思います。策敵を行ってから確実に仕留めていきましょう。ドズルザビ中将ですね、ここは。一応これを見るとガドルは策敵ができそうですね。まあ策敵の効率は微妙そうですけどね。たまらごときに舐められてたまるかよ。コンスコもね、複数のボイスちゃんと入ってるんですよね。ここはマゼランなのかサラミスなのか、ちょっとこのね、官営からだけだとわからないですけども、コンスコンのチベと打ち合いになってますね。一人でも多く地獄に。ここはドズルザビ中将の専用策、最初なんでね、戦闘ムービーご覧いただいてますけども、基本的に編成としては1機編成のパイロットと、あと、まあ、いわゆる3機編成のね、顔なしキャラ、パイロット乗ってないキャラの組み合わせを中心に、組ませています。でこの後ドズルザビ中将は敵の、まあ、戦艦なのか巡洋艦なのか、マゼラン、サラミス、どちらかの攻撃に向かってもらいたいと思います。これは新松永ですね。ヤザンがいたな今。でこの後モビルスーツ隊はドズルザビ中将は今お話した通り敵の戦艦に、で新松永の部隊は、中心にね残っている敵の部隊、これの撃破に向かってもらいたいと思います。こちらファン1、機体の損傷が激しい、
脱出する。まあ、たかがガトル、サレードガトルというところもあって、できるだけ部隊のね、消耗というか損害が出ないようには戦っていきたいなと思いますので、しっかりと敵の状況を見極めて進めていきたいと思います。で、懸案になっていた敵ですけども、サラミスでしたね。シナプス艦長、これをドズルザビ中将で撃破していきましょう。ジーンは迫ってきた敵のこれを叩いておきます。これで撃破できればね、攻略できるかなと思います。ようやくにも手に入れた。ミネバのためにも負けぬかよ。ユニコーンガンダム2もね、楽しみなんですけど、続報まだですかねっていうね、もう本当に待ちわびてる状況ですけど、ドズルザビ中将どうだろう、大丈夫かな。撃破されたりすると痛いけど、格闘がそれなりに入りますね。これでシナプス艦長のサラミス撃沈です。ドズルザビ中将は3分の1ぐらいまで削られてしまっているので、この後一度収容して撃破されないように気をつけましょうか。松永の加盟にかけてこの戦い負けるわけにはいかない。できればね、このターン敵を撃破しきってしまいたいなと思います。これでヤザンも撃破です。再び白狼に出会ったら戦わずに逃げろ、それが最良の選択だ。戦闘を中断した。攻略しきれなかった。どうももう一押しが足りてないですね。これはもう戦術の未熟さゆえというところだと思うんですけど、ご采配をお願いします。さあ、ではまずはしっかりと資金を注入していきましょう。次でレベル2まで上げられるかな。レベル2までしっかり上げていきます。諜報予算も今回は投入で、軍事行動の方ですが、まず北米の方なんですけども、まあじわりじわりと部隊を移動して占領だけ進めておきましょう。ちょっとシャーとかランバラル、ガルマとかっていう主力部隊をね、まだカリフォルニアやニューヨークに移動できないというのが本当に痛手ではあるんですが、まあ、これはもう致し方がないと割り切って、おきましょう。生産者ザクはサイド方に移動します。ではこれでまた時間を進めていきましょう。で、まあ、ここまでご覧いただいて、やっぱりどうしても足が遅くて進行がスムーズに進んでいないというのが見て取れている部分あるので、土台を開発に載せました。で、土台が完了すればね、土台とモビルスーツの組み合わせで地上でもスムーズに部隊がね移動できるようになるのかなと思いますので、一旦ねちょっとそういう対応をしていきたいと思います。どうだろう、この北米大陸カナダの東側はとてもじゃないけど、このモビルスーツ一機でどうにかなる相手じゃないな。退却しましょう。全部隊退却しました。我が軍の敗北です。ここにね、やっぱりシャーでありガルマでありっていう部隊を投入できればよかったんですけどね。なんとしてもやっぱりオデッサをね攻略進めていきましょう。増援が来てる可能性があるので、増援が来てるかどうかから確認します。まず増援がいたら増援も潰さなきゃいけないということになりますが、増援はなさそうであれば、このターンで確実に倒していきたい。これでオデッサの攻略完了になります。敵防衛部隊沈黙、増援が送られている様子もありません。ようやく攻略完了ですね。オデッサが全軍に戦闘中止命令を出せ、オデッサ制圧は完了したと。了解。
本日正午、地球降下部隊の第一陣がオデッサとその周辺の高工業地帯の制圧を完了いたしました。引き続き地球侵攻作戦を予定通り推し進め、半年以内に連邦の息の根を止めてご覧に入れます。家臣の失意は自らの破滅を招くぞ。地球は、あの広大な土地は我々の手に余るのではないかな。これはこれは、かつてジオン大君から王位を簒奪された方のお言葉とは思えませんな。言葉が過ぎるぞ。今さら停戦などセロンが許しますまい？お前が煽ったセロンだろう。どちらにしても引き返すことはできんか。要は勝てばよいのです。心配することなど何もありません、父上。はい、オデッサの攻略完了しています。このままの勢いでこの宇宙のね、地球上空、ジャブロー上空も抑えてしまいましょう。敵の増援は確認しましょうか。数がどれくらい増えているかっていうのを見れば分かりますが、大丈夫そうですかね。かわいそうだが命令違反を犯すわけにはいかないからな。さあデニブですね。ここで残りの4機全部撃破できれば、このジャブロー上空確保できるという展開になりますので、ここは格闘で確実に残りの1機仕留めましょう。入らない。残り1ミリが入らないか。新松永なんかもダメージが微妙にね、蓄積はしてきてますけど、まあ残り1機だったら大丈夫かな。攻撃します。ここはスレンダー、ここも撃破はできると思いますので、ここの撃破が完了したら、じゃあいよいよね、残りに的を絞って攻略を完了させましょう。でこの最後の一機ですけど、まあ、せっかくだったらね、ランク上げ、レベル上げをしていきたいんですが、新松永か、それともドズルザビ中将か、まあ、どっちかのレベルをやっぱ上げていきたいですよね。スレンダーとかジーン、デニムをまあ一旦置いといて、まあ、この後活躍の場をしっかり作っていきたいこの2人に手柄を取らせましょうか。これでジャブロ上空の制圧完了ということになりそうです。松永の加盟にかけてこの戦い負けるわけにはいかない。これで攻略完了ですね。再び白狼に出会ったら戦わずに逃げろ。それが最良の選択。このまま宇宙2の、制圧にね、この部隊で進んでいきたいと思います。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。あとは第二次降下作戦としてようやくカリフォルニア、ニューヨークに進行できると思いますので、すぐさまシャア・ランバラール3連星、この辺りで導入していきたいと思います。これは土台が完了したと思いますので、一応確認します。お、ザク2の方でしたね。改良型です。土台の方も開発完了しています。開発部より新兵器。そうなるとあの地上でね、土台も生産としてラインに載せていきたいと思います。あと新しい開発プランでは、バズーカの開発ですね。あとは新松永専用機、これは開発しましょうか。ジョニーライデン専用のザク、これも開発したいな。あと陸戦型の、いわゆる J 型ですかね。これも速攻で作りたい。まあ、順番で言うとやっぱりザク2の J 型陸戦タイプのものかな。まずは、
開発としてお金をね、できるだけ投入して技術レベルを上げてテクニカルアップデートをかけていきましょう。で、新駅の開発プランですが、ここはまず陸戦タイプの MS-06 の J 型。これ、もうすぐにでも欲しいので、売額投資して半分で開発完了させましょう。で、カスタム機は500しかかからないのであれば、まあ、ちまちまですけど、やっておきましょうか。お金がね、あるうちにということで対応を進めておきましょう。ではこの後特別作戦として第二次降下作戦発動します。これでニューヨークとカリフォルニアに進行可能という状態で、再びシャート、ガルバ、ランバラル3連星がうまく使えるようになります。南米のジャブロー基地を牽制するためにもこの地域の占領は不可欠である。オデッサで見せた我らジオンの強さを。で、オデッサではモビルスーツの生産開始したいと思います。で、具体的には J 型を作っていきたいんで、 J 型の開発を待ってからですね、生産のラインに一気にドーンと投入していきたいと思います。では今回はね、少し短めですが、ここまでにさせていただいてですね、次回ニューヨーク、カリフォルニア攻略戦を行っていきたいと思います。